船橋市には市内の小中特別支援学校の児童生徒を記者に任命する児童生徒記者制度があることをご存知ですか？この制度では子どもたちの目線で書かれた記事を通して船橋市の魅力を伝えています。今回最初の話題は取材に奮闘する子ども記者の活動をご紹介します。昨年12月市役所広報課。こんにちは。訪れたのは畑海地さんです。今年度の児童生徒記者に任命された中野西小6年生で、この日は記事を作成するための取材を行います。昭和48年度からスタートし、今年度で48年目を迎えた児童生徒記者。過去には船橋市出身で歌手の奥花子さんなども活動しており、現在小中特別支援学校の各学校から推薦された85人が子ども記者として活動しています。任期は1年。町の出来事や学校の話題などを取材し、子どもならではの視点で感じたことを記事にします。今回は新型コロナウイルスの影響で学校の休校や外出自粛となる中での厳しい状況でのスタートとなりました。いろんなその子ども記者のイベントが中止になってしまっていて、子ども記者こうみんなで集まる機会っていうのがなくて、で担当自身も、子ども記者とこう顔合わせするっていうことがなかったっていうのがやっぱり例年と一番大きく違いますね。しかし子どもたちの熱意のこもった記事は続々と届けられ、担当する広報課の須田さんは多くの人に記事を届けようと奮闘しています。いろんな記事を書いてくれていて、子ども記者自身がやっぱり通っている学校のこととか給食のことについても書いてくれる子がたくさんいて、子ども記者自体について取材っていうことで広報課職員に取材してくれたっていう子もいました。その他にもコロナウイルスの影響で以前とは違った学校生活、そして思いをありのままに書き綴ってくれたものなどもあります。また市で発行している広報誌作りのお手伝いをすることも。今年の1月1日号では郷土資料館の学芸員の案内のもと、新しく生まれ変わる南船橋の紹介をしています。緊張する今回畑記者が取材する内容は作家へのインタビュー。その人物とは。こんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。船橋市出身で在住の作家、森澤昭夫さんです。本番いきます。船橋を舞台に多くの市民が参加して話題となった映画キラキラメガネの原作者で、これまでにも吉永小百合さん主演の映画不思議な岬の物語や有村架純さん主演の夏見の蛍の原作を手掛けるなど、日本を代表するベストセラー作家です。畑さんは作家になりたいという夢があることから、船橋市出身で活躍する森澤さんとの対談が実現しました。作家になったことでの人生の大きな変化はありましたか？いきなり難しい感じだあれだね。まず小説とか僕の書いた文章を読んでくれた読者の方々がファンレターとかくれるのね。でそういう人たちのからね、人生が変わりましたっていう言葉をたくさんもらえるんで、自分が働くことによって誰かの役に立ててるなっていう喜びを味わえるようになったのと、あとサラリーマンじゃなくなったので通勤がなくなった。多くの作品を書いている森澤さんに執筆活動についての質問が続きます。
想像しながら本を書いている上で楽しいことや辛いことはありますか？本当のこと言っちゃうと書いてるときは辛いのね、うん、苦しいの、で自分があたかも物語の世界の中のにこう潜り込んで、うん、透明人間になって、うん、自分の作り出したキャラクターをね、うん、近くで見てる感じなの、うん、だから物語の舞台の中にずっと集中して潜り込んでいるっていうことが精神的にすごい疲れるの。ただ書き終わった瞬間はもうびっくりするぐらいホッとする。本に対する考え方も伺いました。本を読まずゲームばっかりやってる人に言いたい本の魅力ってありますか？言葉を知ることで自分の世界を、見えてる世界を広げる、うん、もう一つは小説の中で人生を疑似体験して経験豊富な人間として生きていけるようになるって、この2つかな。子供から老人までみんなにお勧めしたい本とその魅力はありますか？カモメのジョナサンとか、うん、リチャード・バックって人が書いたんだけど、本当にやりたいことを、一生懸命全力で生きていく人生と、そうでもない自分の心とは違う生き方を選ぶ人生との比較がうまく書かれてる本だと思うのね。ありがとうございました。ありがとうございました。対談を終えた森澤さんは、人生について的な、深いところを聞いてもらえたので、予想外に面白かったです希望を持った、すごい生きるのって楽しいっていう心からワクワクしたような子どもたちと、これからもね、出会えたらいいなと思います。10個ぐらい質問を持ってきて、でもすぐ終わっちゃうと思ったんですけど、一つ質問したら結構詳しく教えてくれたので分かりやすくて良かったです。このインタビューのことが決まった後もその準備とかでいろいろ大変で、でも新しいことを教えるので良かったです。子どもたちには船橋の農水産物やスポーツなどの宝物がたくさんあるので、興味を持って記事を書いてほしいと広報課の須田さんは願います。大人ではなんか伝えられない、森澤さんのインタビューもそうだったんですけど、そういう視点があるかっていうのがすごいあったので、やっぱりこう引き続きなんか大人では考えつかないようなこうことを、記事にしてほしいなって思います。新型コロナウイルスの影響でさまざまな制約はありますが、これからもたくさん取材をして地元の魅力や情報を発信してほしいですね。子ども記者の書いた特ダネ記事は広報船橋や市ホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。さて続いては新年恒例の船橋市地方卸売市場の初競りをお伝えします。今月5日午前5時、食の流通拠点船橋市場が新年の仕事始めを迎え、にぎわいを見せていました。市場の一角にあるマグロ低温卸売場に並べられたのは18本のメバチマグロ。これから新年恒例の初競りが行われます。競りに参加する仲卸業者の人たちがマグロの下見に訪れ、色や手触りで肉質や鮮度などをしっかり確かめます。頑張っていいのを呼んでくれてますね。いい値段出るんじゃないですか、はい、お客様により良いものを適正価格で出せるように向いてます。新年明けましておめでとうございます。今年もいよいよ初競りの日を迎えました。さまざまな形でまだまだ大変な状況ありますけれども、市場の活気が社会の活気を生み出すことになりますので、コロナに十分ご留意をして今年も頑張っていただければと思います。いいよー、どうもありがとうございました。あらー、セバチャさん、お願いします。
威勢の良い競り人の掛け声が響き、初競りが開始されました。買い手は独特な手のサイン、指やりで値段を示し、一本わずか数秒で落札。次々とお目当てのマグロを競り落としていきます。この日最も高値だったのは1キロ1800円でした。競り落としたのは魚国で、店主は82歳ながら現役で仲卸業者を務めています。自分で大体このぐらいの値段だなと思って、まあ、やりを出したんですけどね、尻尾を切ってその良し悪しやね、その自分の判断ですよね、好みっていうのはありますからね。競りが終わると仲卸の各店舗で鮮度が落ちないうちに解体します。皮や骨などの部分を削り取り、大トロや赤身、中落ちなどの部位ごとに分けていきます。マグロを解体しているここは創業およそ50年の大碇で、スーパーや量販店に卸しています。長年お付き合いしていただいているお客さんがいますんで、まあ、そのお客さんに迷惑をかけないように品物の方ぶれないように、ね、提供させていただく、それだけですかね。一方、青果物卸売場には船橋産の小松菜をはじめ、カブやブロッコリーなどたくさんの野菜が運び込まれてきました。手締めが終わると成果の初競りが始まりました。競り人と買い手が品物を囲み、動きながら行う移動競りによって場内が活気に包まれます。12個と8個ついて200円。バイヤーさんとか八百屋さんとか聞いてみると、まあ、思ったよりちょっとお正月荷物が売れてなかったっていうんで、まあ、値段の方はちょっと例年に比べれば少し安いスタートになってますね。とにかく皆さんに、まあ、安心安全の野菜を届けられるように、そういった年にしたいですね。コロナでわりかしね、他の業種の皆さんも苦戦している中で、まあ、うちらの業界はそれなりにはまだ動いてる方ですから、まあ、少しねお客さんと生産者の皆さんと協力しながら流通が動かしていければいいのかなとは思いますね。およそ50年の歴史を持つ船橋市場、コロナ禍でも新鮮な食材が食卓に届くように日々活動しています。青果水産ともにですね、まあ、取り扱い金額としては、まあ、さほど影響がないというふうに聞いておりまして、まあ、この人にですね、まあ、飲食店の皆さんがですね、引き続き、まあ、船橋市場をご愛顧いただいている証拠だと思いますので、まあ、大変ありがたいことだと思います。現在は市民に一般開放される船橋楽市や、施設内が見学できるワクワク市場探検隊など、市場に親しんでもらうための多くのイベントがコロナの影響で中止になっていますが、収束したら再開していく予定です。まあ、今後ですね、まあ、いろんなイベントというのを継続してやっていくとか、市民の皆さんに愛される市場というのを目指していくべきなのかなと考えています。船橋市地方卸売市場には、安心安全で新鮮な野菜や果物、魚介類があふれています。今後も多くの食材を食卓に届けてほしいですね。それでは今回はこの辺で失礼いたします。